全然。もしかして童貞？お姉さんにはまだ言ってないんだっけ？あからさまに差別するつもりならもう会いたくない。お姉ちゃん何にも分かってない。嘘よ。子供って生まれた瞬間命より大事だって思えるのよ。ここ婚約ブランド。おお、いいね、行こっか。スチージーでばっかしてないで普通のデートしてきなさいよ。付き合ってもいないのにここでシャワーを浴びていたの？お父さんのことが大好きだったの。自分らしく諦めないでやり遂げるっていうのも俺はすごいことだと思うけどな。そんなに好きなら結婚すれば。店長のこと気になってんでしょ。だったら素直に行きなよ。一緒に育てたい。あずき、俺と結婚してください。ディアシスター木曜夜10時。